チャンネルです。2021年シーズンも J1 リーグのチームがスタートし始めました。指導してきて、これからチームを組み立てていく、個人のコンディションを上げていくという時期になります。まあ、いよいよこう指導し始めたっていうのを聞くとね、やっぱりこうみんなもそうだと思うけど、いよいよ始まったという感じになってきました。まあ、各チームそれぞれの始まり方はあるにしても、今回前の動画で移籍の情報の話をさせてもらいました。それからまた大きな移籍があったので、僕が選ぶこう移籍、大きな移籍ということで3つ3人の選手を選ばせていただきました。その中でまた気になるチームをしていきたいなと思います。まず1人目、大久保嘉人選手、セレッソ大阪に決まりました。こうセレッソ大阪に移籍ということで、僕はまあ驚いた部分もあるんだけれども、やはり嘉人がやっぱ最初にプロで入ったチーム、そして育ったということもあり、そしてセレッソも優勝を目指すという意味では得点をね取りたいっていうことを意識しての補強の部分はあるのかなと思います。ただやはり嘉人が最初のチームで、そしてコメントで最後、全域最後っていうことを意識してっていうことを言ってたので、これは本当にこう覚悟を持っていくんじゃないかというふうには思ってます。もちろん嘉人自身が、僕は活躍はまだまだできるんじゃないかと思ってます。 J1 ね、通算得点記録を1位というね、こう結果を残しつつも、僕まだまだできると思ってますし、そしてコンディション怪我なくシーズン通してできるんじゃないかと思ってます。まあ、そういう意味でも嘉人にかかる期待っていうのは大きいと思います。個人の活躍っていうのはもちろんですし、若い選手を育てるとか、チームへ活を入れるとか、優勝向けての経験を伝えてもらうとか、そういう嘉人への役割っていうのは非常に大きいんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、だからこそ、僕はね、こう副チャンネルにも嘉人出てもらってますし、応援していきたいなと思います。そして皆さんも嘉人を応援してあげてください。セレッソの動向も気になれるところです。2人目、斉藤学選手です。まあ、川崎でなかなか結果を出せなかったっていう歯がゆさはあると思うんですが、まあ、彼がね、こう地元の川崎から名古屋へ移籍ということは、まあ、選手としたら気持ちがね、かなり強くないと、覚悟を持っていかないといけないという気持ちになってると思いますので、彼の活躍も僕は期待していきたいなと思っています。そして、名古屋が、大型補強ということで、斉藤選手は川崎でもポジション争いが激しかった中で、名古屋でも激しくなることは予想されます。まあ、それを分かった上で自分が行くということなので、ここの能力を生かしつつ、名古屋で活躍してくれるんじゃないかなというふうには思っています。3つ目、まあ、3人目ですね。オルンガ選手。まあ、オルンガ選手はやはりね、こう柏レイソルにとっては大きな移籍だったんじゃないかなと思います。まあ、そして J リーグにとってももちろん2020年シーズンの MVP ですし、得点王がいなくなるというのは寂しい気はしますけれども、レイソルはその得点力っていうところのダウンは大きいんじゃないかというふうには思います。もちろんね、海外の選手を移籍で補強したりとか、チームはね、なんとかっていう攻撃のことに考え、ことを考えているとは思いますけれども、僕個人で言うと、オルンガ選手が逃げた穴をどうレイソルは埋めていくかということになると思います。まあ、そういうところで言うと、やっぱ江坂選手にはこう期待は大きいんじゃないかなというふうに思います。昨シーズンもオルンガ選手に守備が、意識がいくということで、江坂選手が伸び伸びできたりとか、自分の思い通りにプレーができた部分はあるかもしれないけれども、今度は江坂選手を抑えられるっていうことにもなりかねない。その中でそれを上回るパフォーマンスを見せていかなくては、得点というのは厳しくなると思うので、江坂選手のプレーには期待していきたいなと、引っ張っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうには思っています。あとレイソルはやっぱ守備の部分です。
守備をしっかりして攻撃につなぐわけですけども、やっぱ守備が我慢できるかどうかっていうのは重要になってきますし、そしてゴールキーパーキム・スンギュ選手はいるにしても、中村康介選手が移籍してしまった、そしてキーパーの入れ替わりも激しい、やっぱりキム・スンギュ選手が怪我するとどうなるのとかって心配がある中で、やっぱ安定した戦いができるかどうかっていうことは今シーズン注目じゃないかなというふうには思います。あと僕が、まあ、優勝争いを含めて、注目しているチームは名古屋です。まあ、もちろんね、川崎はもう盤石の力があって優勝候補筆頭だと思いますけれども、そして昨シーズン上位にいたチームっていうのは優勝意識するようになってます。その優勝するためにということで僕が注目しているのは名古屋。まず昨シーズンのベースがある、守備をしっかりして、ゴールキーパーランゲラックを中心に、そしてストッパーね、ボランチの選手、ある程度、まあ、サイドバックも含めて、そこまでこう反応はしなくて、ある程度出場した選手がベースとしていると。そして結果を出した前の選手もそうです。そこにプラスして今回の補強、斉藤選手も、ね、先ほど言った含めて、柿谷選手もそうですし、長澤選手をボランチで使うとか、ディフェンスベースでそこから木本選手や、あとそれから森下選手や、こう要所要所で、補強したんじゃないかということもあるので、まあ、ベースにある中でこの能力が強い選手を補強してきたということで、こうすごいこう肉厚というかね、こう優勝するためにこういう選手を呼んできたということになっているんじゃないかと思いますので、名古屋を見ていきたいなというふうには思います。今シーズン見ていく上でいろいろな見方はあると思いますけど、これ解説者泣かせというか、僕も予想するのに優勝争いっていうのはね、本当にわからない、これ言っていいかわかんないけど、わからん。名古屋はね、こう注目していくっていうことは言いましたけれども、やっぱ監督が変わったチームは、監督が違うことによってサッカーが変わる、それをチームの選手たちがどう理解していくか、組み立てていけるかっていうことになってきますし、新外国人選手がなかなか入ってこれないということで、このチームを組み立てる時期にいないっていうこともそうですし、まあ、新監督、外国人監督が来れないっていうチームもありますし、もともとあるベースに加えたチームっていうのはスタートがもちろんいいような気がしますが、その変わった選手がフィットするかどうかもやってみないと分かんない部分でしょうし、このね、こうなんていうんですか、チームの中でもコンディションのズレとかっていうのが序盤は出てくるかもしれないので、このスタートダッシュっていうのは注目して見ていきたいなと思います。これからいよいよ2021年シーズンが始まります。皆さんも、まあ、個人的にね、応援している選手を応援していくっていう見方もいいですし、そしてチームこういう風になっていくんじゃないかっていうのを予想しながら見ていく、応援していくっていうのもいいですし、こう見どころはたくさんあると思いますので、皆さんシーズン楽しんでいきましょう。